アワビ。魚辺に包むという字を組み合わせてアワビ。なぜか男子が夢中になる海のエロティシズム。磯の風味と旨味、甘みがあり、コリコリとした歯ごたえが独特の高級食材。アワビはなぜ高いのか。それは需要と供給によるもの。年々アワビの漁獲量が減っているのに比べ、消費量は増加している。その背景にあるのは密漁。なんと日本で取引されているアワビの 45% が密漁品。その一部には暴力団が深く関与しているという異常な状態が続いていた。さて今回紹介する漫画は、そんな密漁アワビに苦しめられ生活を圧迫された漁師たちの物語。多額の借金により高校を中退した主人公は、父と共に家業である漁師をしている。生活を支えるため母も介護ヘルパーの仕事をしているが、目の前に広がる暗い海がこの先の人生に見える。密漁をしのぎにしている暴力団に抗えないもどかしい現実。さらにヘルパーだと言い張る母が行っていた本当の仕事とは。奴らに奪われた全てを取り返す。暴力によって奪われた人生を暴力で奪い返してはならないのか。理不尽を怒りで上書きするぶっちぎれ漫画、密かに漁れ。